八丁目ニューヨーク大学駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT、ブロードウェイ線の駅である。マンハッタン区グリニッチビレッジの西八番街と、ブロードウェイの交差点に位置し、N 系統が週末と深夜のみ、Q 系統が深夜のみ、R 系統が深夜を除く終日、W 系統が平日のみ停車する。また、駅名の通り、ニューヨーク大学がすぐ近くにあり、 駅から8番街を西へ1ブロック進みさらに、マーサー通りを南へ2ブロック進むとそこが、ニューヨーク大学である。駅名が長いため略して8丁目 NYU 駅とも呼ばれる。モザイクを用いた、駅名表モザイクを用いた出口の方向を示す。看板この駅は1917年9月4日の BMT ブロードウェイ線のキャナルストリート駅から14丁目。 ユニオンスクエア駅間の延伸開業とともに、観光船線2000と急行線2000線、相対式ホーム2面を有した2面4線の地下駅として開業した。中央の急行線にはホームがなく、平日に N 系統が深夜を除く終日休憩等が通過している。駅は2度改装を行っており、1度目は1960年代後半に行われ、ホーム有効長を10両に延長したほか、 壁面タイルや案内看板を新しいものに取り替え、白熱灯は蛍光灯に置き換えられた。2001年には2度目の改装が行われ、床面タイルの張り替えや老朽化した階段の修復、開業当初の壁面タイリングの復元、ADA への準拠による黄色い転落防止タイルの設置、標識の更新などが行われた。ただし、エレベーターの設置は行われていない。 ホーム壁面には2005年にティムスネルにより制作されたブロードウェイダイアリーというアートワークが飾られている。各ホームの中央と南端に改札を一箇所ずつ設け、ホーム間連絡通路は設置されていない。主要な改札口はホーム中央のブロードウェイと西八番街の交差点にあるもので、北高ホーム側からは同交差点東側に南高ホーム側からは 同交差点西側に出ることができる。ホーム南端側の改札口はホーム階から少し上がった部分にあり、退上専用の回転式改札機と入り体上料用の回転式改札機がある。北港ホーム側からは、ブロードウェイとウェイバリープレイスの交差点東側に、南広ホーム側からは、同交差点西側に出ることができる。出入り口。ありがとうございます。